ステファン・エバーツは、ベルギー人のモーターサイクルモトクロスライダー。エバーツの利と言われるスタンディングを多用した走りで、モトクロス世界選手権史上最多10回のタイトル獲得。ゼッケン、72。父親は、ハリー・エバーツ。ステファン・エバーツ、2009年モトクロス世界選手権で4回チャンピオン、獲得した、ハリー・エバーツの子として生まれる。3歳で、ハリーから、 プレゼントされたイタルジェットで初めてオートバイに乗る。10歳で初レース。1988年ベルギー選手権デビュー。1989年モトクロス世界選手権開幕戦イタリアで世界デビュー。1991年ハンガリーで初優勝し、史上最年少で 125cc チャンピオンを獲得。初チャンピオン獲得後は、 アマスーパークロス参戦を意識した発言も多かったが、1990年代後半には世界選手権に専念する道を選んだ。1999年2月にフランスの母系で開催されたインターナショナルレースで転倒し、膝の前の骨とその下をつなぐ人体帯を切断、膝の後ろの人体帯が伸びる毛が多い、シーズンのほとんどを棒に振る。 同年第13戦ルクセンブルクで復帰し、第15戦ドイツで優勝。ホンダからハスクバーナに移籍して迎えた2000年、またも開幕前の同レースで左腕を骨折。第13戦ベルギーを出場しただけで終わった。度重なる怪我の影響にシーズンレースから離れていることなどを考えると、チームとしても契約には慎重にならざるを得ない。そんな状況ながら2001年は、 名門チームリナルディからの参戦が実現する。グランプリ復帰戦となった開幕戦での優勝を含めて全14戦中7勝しチャンピオン獲得。依頼堂チームで2006年まで6年連続タイトルを獲得し続けた。2006年いっぱいで現役引退し2007年からは選手としてではなくアドバイザーとしてモトクロスに関わり続けている。 モトクロス世界選手権で日本の4メーカーべてでタイトル獲得。3クラスすべてでタイトルを獲得。2003年最終戦フランスで全クラス優勝。モトクロス国別対抗戦モトクロスオブネーションズベルギー国代表として14回出場。その14回すべてでベルギー国は表彰台を獲得した。2003年スド総合優勝2006年にで。 現役を引退。2007年度から KTM モトクロスチームのレーシングディレクターに就任。モトクロスオブネーションズ順位はベルギー国。カッ内はステファン・エバーツ参戦クラス。ありがとうございます。